今見えてるのが超大型モンスターエアロバットよ。そう、体格は大きいけど、ウキエビなどの小動物しか食べないの。飛空艦を見つけても大抵は一定の距離を保とうとするわ。こちらから仕掛けない限り攻撃してくることはない。これをペットに？まず1000万ヘクタールの土地を用意しないとね。まあそこまで大げさじゃないわ。ただこいつらの真下にいるのはおすすめしないわね。でないとヤバい液体にまみれることになるから。おやおや、発言がますますエスカレートしてるぞ。ちょっと待った、この ID まさかお父様？ちょっとお父様、これ生配信なのよ。そういうのやめてよね。どうだ、生配信で8万人相手に晒し者になる感覚は？それとよ、盛り上がってるところ悪いが、帝国の電波が届くギリギリの範囲まで来ちまってるぞ。みんなごめんなさい、まもなく帝国の魔導回線のカバー範囲を離れるわ。残念だけどしばらくのお別れよ。それじゃあまたね。さようならみんな。さようならお父様。さてと体を動かしに行くわよ。武器忘れんなよ、部屋の左の箱じゃ。なあ帝国軍も、任務中の配信を許したな。目的地に着いたら戦闘シーンを配信しようぜ。フォロワー爆増間違いなしだ。どうかしらね、かわいい小動物が相手だったらチャンネルが封鎖されちゃうかも。
今日の訓練はここまでに。随分と余裕じゃねえか。心配しないで。隊長、見てないわ。グランドストーンを突破したお祝いに帝国。それは困ったわね。本当ですか、エイタス。わかったわ。来たぜ、鉄板逃げたグーグー鳥探し。グーグー鳥が面倒な場所に置かれてねえといいんだが。ということはグーグー鳥を差し出せば何かしらのアイテムが手に入るってわけね。じゃなきゃ彼の料理に苦情を入れてやるわ。
ありがとうございやした。早く処理しておきなさい。確かに。ところ。はい。どうすんだこいつ。ああ、そう。わかればいい。エルガ少佐、至急司令室へとお越しください。どうしたのかしら。司令室へ行ってみましょう。司令室。そうですのね。うらやましい。シアラさ、あれだけ生命力に満ちた体、少女。おいた。いった。通覚はまだ残。このボール。あいつのお前への態度、ちょっとばかりおかしくないか。そう。別におかしくないわ。私、人に好かれるタイプだから。エルザ、参上いたしました。何してたんだ。待ってたんだな。申し訳ございません。少々手間取りまして。まあいいんだな。席に着きなさい。はい、艦長。カール教授、もう一度今回の作戦計画について説明してもらえるんだな。よかろう諸君。スクリーンを見たまえ。周知のように我々を隔てる壁は下方のアシッドフォグエリア、情報のライトニングエリア、そしてつまり我々が達成すべきは正面突破に他ならない。知っての通り14年前、グランドストームの多くの証拠がアドバンスキャニオンを抜けた先にある。カール教授、話したまえ。ピアース派についてはどうお考えですか。帝国ではとある一彼らには別の目的があると思うがね。未だに帝国アカデミーがリバースロックの各エリアの構造と厚みを把握できていない点はさ。なるほど。さてと、今回の任務に。おお。グレーニー、あなたの腕の見せ所ですよ。任せろ、エルザ。了解。全速じゃ。
達成したぞ。やったー、よくやった。みんなお疲れ様なんだな。グレーニー、あなたいい腕してるわ。90点だ。大台を一つダメにした。区長、右側に未確認生命体が多数接近。映像を接続します。これは図鑑には載っていないモンスターだわ。どうやらカラルの足のようね。先方からの攻撃を確認。高エネルギー源が飛来してます。全艦レベル1戦闘配置。敵を片付けるわよ。
調整を続けて、肝心なので使えなくても困りますから。はい、副長。メカニック班はストーム号の修理に必要となる材料と時間を算出。はあ。この風景に見覚えはない？いや、何にも。だが、ここの魔導素の流れ。シアラ、そっちはどう？完全復活なら、なわけあるか。あれ、もしかして俺様。
くない？気持ち悪いですわ。ちゅうとこちら毛がふわふわしててかわいいじゃん。せっかくだよね。はい、止まったら悪趣味ですわ。予想外の発見があるかもしれない。周囲を見てくるですわ。お姉様、見てですわ。綺麗ですわ。いい香り。一本だけ。ほら、やめんか。器物挟んで訴えるぞ。ごめんなさい、ごめんなさい。あれ、誰もいない。まさかさっきの声、お姉様が。この子ったら結構面白い反応するじゃない。思ったよりいい子なのかもね。もうお姉様ったらですわ。はい。
誰